こんにちは。FX オリガルヒにご参加中の皆様、今回はですね、FX オリガルヒの受講生さんと対談をする予定が整いましたので、お知らせいたしたいと思います。8月11日になります。もうすぐですよね。8月11日ですから、もう今週金曜日、祝日みたいですけどもね、山の日ということでございます。この日の21時から、だいたい1時間ですね、受講生さんをお迎えして今の進捗ですとか今後の目標などをね聞いてみたいと思います。今回はですね、特にね何百万とか何千万儲かってますよって人を呼んだわけではないので、より現実的だと思います。で、私のね考えるところ、多分ね半年ぐらい前に参加された方なんで、多くの方はもうオリガルヒの最初からの参加なんで、言ってみれば最近参加したみたいな形のね捉え方でもいいと思います。で、実際にこの方がね今までどういうふうに投資や FX について考えてきていらっしゃったのか、そして FX オリガルヒに参加してどういうふうにね自分が変わっていったのか、自分の目標がよりどのように具体的になったのか、こういったところとか今つまずいている点とかをね共有できると思います。ですので今回の動画ってのは、もう今ね十分稼いでる人に対してもそうですけども、どちらかというとまだいまいち結果の出てない人にすごくヒントになる、参考になることが多いんじゃないかなと思います。まだね FX をこれから基礎から積み上げていきたい方とか、まあ一応 FX はね一旦休んでいたんだけども、このあたりでもう一回最初からの気持ちでやってみようかなって方ね、ぜひ8月11日のライブ放送に参加してみてください。じゃあ URL は下の方に付けておきますので、よろしくお願いします。21時から Zoom の方をオープンして待っております。それでは当日の質疑応答とかもございますので、よろしかったらそういった形での FX のご質問も用意されておってください。それではお疲れ様です。